皆さんこんにちは。今日の午後の散歩は国分寺市にある殿ヶ宿庭園を歩いてみました。この庭園は国分寺駅の目の前にあり、アクセスも便利で趣のある庭園として多くの方が立ち寄られます。もともと三菱財閥の岩崎家の別邸で、東京都の多摩地区では唯一の国指定名勝公園となっております。それではしばらく庭園内を歩いてみましょう。Thank you.
いかがでしたか？今日の午後の散歩は東京都国分寺市にある殿ヶ谷庭園を歩きました。それではまたお会いできる日を楽しみにしております。